こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマ、みずほウォレット、J コインペイ、ボーナス還元、最大 30% 還元のご紹介となります。なんと、税金の支払いも対象となっております。さて、5月とか金曜日であります。みずほウォレットと J コインペイ、ボーナス還元について詳しくご紹介いたします。そもそも、みずほウォレットと J コインペイとは一体どういったものであるのか、概要もお伝えしてまいります。本日の動画でお伝えしたいことは3点となります。1点目です。 J コインペイより5月9日から7月9日でみずほウォレットリニューアルと J コインペイボーナス還元祭最大 30% 還元が開催される旨お知らせが届きました。2点目です。 J コインペイよりは新規ユーザーは 30% 還元、既存ユーザーでも 20% 還元の大型キャンペーンであります。ただし予算上限に達した場合は早期終了の可能性もあります。3点目です。今回のキャンペーンは請求書払い、QR コードやバーコードも対象であります。自動車税や固定資産税の支払いにぴったりであります。つまり本日の動画では、みずほウォレットと J コインペイで税金の支払いやショッピングを楽しもうといった内容となっております。お口1つ目は、みずほウォレットと J コインペイのボーナス還元祭ご紹介となります。こちらコラボレーションのキャンペーンということで最大 30% キャンペーンとなっております。今回のキャンペーンの内訳でありますが、新規ユーザーと既存ユーザーで分かれております。まずは新規ユーザーとなります。 J コインペイを新規登録し、みずほウォレットから連携して期間中に J コインペイでお支払いすると、決済金額の 30% 還元となっております。この 30% 還元につきましては、J コインボーナスでの還元となっております。内訳ですが、みずほウォレット連携特典で 20% 還元、上限は4000円。J コインペイボーナス還元祭 10% 還元で上限は2000円で、合計6000円が上限となっております。一方で、J コインペイをすでにご利用中の方につきましても 20% 還元となっております。現在お使いの J コインアカウントをみずほウォレットから連携して、期間中に J コインペイでお支払いすると決済金額の 20% 還元となっております。こちら上限は4000円までとなっております。なお期間につきましては5月9日から2024年7月9日火曜日までとなっております。ただし予算上限に達した場合は早期終了の可能性もあります。なお今回のキャンペーンの対象でありますが、全加盟店での決済利用、あるいはアプリ内の請求書払いからのお支払いとなっております。なお対象外の店舗はこちらに PDF があります。ご覧の通りいくつか対象外の施設もあるようであります。ご覧のように商業施設でありますと、ビューカード様の運営している駅構内の飲食店や売店が対象外となっております。他にもコンビニですとファミリーマートやニューデイズが対象外となります。他にも飲食店や調剤薬局、日本郵便などが含まれております。さらに併用が可能なキャンペーンもあります。期間中に J コインペイを使ってお支払い、請求書払いで累計5000円以上ご利用いただいた方の中から抽選で100名様に J コインボーナス1万円分プレゼントとなっております。目次2つ目は、みずほウォレットと J コインペイの概要についてご紹介いたします。まずは2つのアプリの概要についてご紹介いたします。みずほウォレットにつきましては、コンビニ、スーパー、ファミレスなどで使えるスマホ決済アプリであります。みずほ銀行に口座をお持ちの方であれば、アプリ内にスマートデビットというバーチャルカードを発行し、スマートフォンでデビット決済ができるようになります。一方で J コインペイであります。お金のやり取りやお店でのお支払いがスマホ一つで簡単にできるアプリであります。送るやもらう、支払う、アプリに登録した口座からのチャージや口座に戻す機能がいつでもどこでも無料でできるスマホコード決済のサービスであります。では次に今回のキャンペーンに参加する流れをご紹介いたします。まずは前準備が必要となっております。一つ目ですが、みずほ銀行お持ちでない方は口座開設が必要となっております。なおみずほ銀行につきましては、現在最大で1万8000ポイントのキャンペーン実施中となっております。後ほどご紹介いたします。次に二つ目は、みずほウォレットの登録となっております。みずほ銀行の口座を登録いたしまして、デビットカードの発行が必要となっております。次に3つ目は J コインペイの登録となっております。主に本人確認の登録が必要となります。次に4つ目と5つ目については今回のキャンペーンの流れとなります。まず4つ目ですが、みずほウォレットから J コインペイを連携設定する必要があります。最後に5つ目で J コインペイで支払いをしますと今回のキャンペーン対象となっております。ではここからは J コインペイが利用できます店舗をご紹介いたします。
なお今回のキャンペーンでは店舗以外にも QR コードで税金の支払いにも活用することができます。ではまずはスーパーマーケット関係となります。ご覧の通り大手ですとイトーヨーカドーやアリオなんかも含まれております。次にコンビニエンスストア関係となります。大手ですとセブンイレブン、そしてファミリーマートやミニストップ、ローソンも含まれております。次にドラッグストア関係となります。こちらも多くのお店がラインナップされております。例えばウェルシア薬局やサンドラッグ、そして大黒ドラッグも含まれておりますね。続いて百貨店モール関係となります。こちらも大手の百貨店含まれております。西武百貨店や高島屋も含まれておりますね。次にファッション関係となります。ご覧のようなブランドのお店で利用することが可能となっております。では次にグルメレストラン関係となります。ご覧の通りたくさんのお店がラインナップされております。日頃利用しております店舗ありませんでしょうか。次に居酒屋関係となります。こちらもたくさんのお店がラインナップされております。そして次に家電量販店関係であります。エディオンやケーズ電機、そして山田電機も含まれておりますね。次に音楽書籍エンタメ関係となっております。そして次にレジャー宿泊関係、その他関係もご覧のお店で利用することが可能であります。では次に J コインペイが利用できます金融機関についてご紹介いたします。北海道につきましてはご覧のような地方の銀行が利用できます。続いて東北地域となっております。そして続いて関東の地域となります。大手ですとみずほ銀行や三菱 UFJ 銀行が連携することが可能であります。続いて中部地域となっております。ご覧のような地方の銀行がラインナップされております。続いて近畿地方となっております。こちらも多数の銀行がラインナップされておりますね。続いて中国地域となっております。そして四国地域、九州、沖縄地域につきましてはご覧のような銀行となっております。そして全国の地域でありますとイオン銀行も含まれておりますね。なお J コインペイにつきましては送金の機能もあります。ご覧の表につきましては当チャンネルおすすめの送金アプリ一覧となっております。全部で5種類をご紹介しております。今回対象の J コインペイにつきましては都市銀行ではみずほや三菱 UFJ、 ネット銀行ではイオン銀行が対応しております。残念ながらポイ活でよく利用いたします住信 SBI、 ネット銀行やペイペイ銀行、楽天銀行についてはまだ対応がされておりません。今後に期待が持てるアプリかと言えます。では次に関連動画のご紹介となります。今回のキャンペーンで J コインペイで税金を支払うことも可能でありますが、前準備が必要でありますので非常に面倒くさいよという方はこちらの関連動画役に立つかと思います。固定資産税や自動車税を QR コード支払いとなっております。最大で 3.5% 還元ルートについてご紹介しております。こちらの関連動画につきましては本動画の概要欄に URL を貼り付けております。では次にみずほ銀行の新生活応援キャンペーンのご紹介となります。なんと最大で1万8000円相当の現金プレゼントとなっております。非常に大型でありますので、みずほ銀行まだお持ちでない方はこの期間に口座開設してみてはいかがでしょうか。1万8000円相当の現金プレゼントの内訳でありますが、まずは口座開設するだけで5000円ゲットができます。さらにキャッシュレス商品やサービスの入会&利用で最大7500円、給与受取の口座指定で最大2000円、みずほ銀行で独特 NISA プランで最大3500円、合計1万8000円の現金プレゼントとなっております。なおみずほ銀行の新生活応援キャンペーンにつきましては当チャンネルの動画でも詳しくご紹介しております。こちらの関連動画につきましてはみずほ銀行を含めまして7つの銀行の新規入会キャンペーンご紹介しております。総額では3万7500円となっております。ただ2024年2月時点の情報でありますので現時点では少し古くなっているかもしれません。みずほ銀行のキャンペーンにつきましてはまだ期間中でありますので最新の情報になっているかと思います。気になる方はぜひともこちらも関連動画見てみてください。